正解。今やめちゃイケの人気コーナーとなったクイズマジオネアは、なんだこりゃ。マジでオンエアすると呼べるそのタイトル通り、司会の岡本太がクイズという名のもとに毎回必ずメンバーのプライベート情報を一方的に暴いてきた。みんな何でこれ。そして今夜はそのスペシャル、各事務所を代表して集まった芸人の中から果たして誰が岡本太の餌食になるのか。裏めちゃイケならこのコーナーを忘れるわけにはいかない。生放送の今夜、一体どんな爆弾が飛び出すのか。深夜の国民が注目する若手お笑いオールスターズの生クイズマジオネアが今始まる。あなたの人生を変えてしまうかもしれないクイズマジオネア。それええよ、もうええよ、もうええよ。もう見てるから。クイズに答えるだけで賞金がもらえる夢のようなコーナーです。うん、どうもどうも。今日生でマジオネやっちゃう。おお、はい、わっしょい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 、それそれそれ、お祭りだ。何今の、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 誰かな。何したんだよ。マジあれは大丈夫な。いいのか。マジ何じゃお前。おい。さあみんな緊張して。あ、でも大丈夫か。あんだけあんだけアップ寄ってるってことはそういうことじゃん。今日生でやっちゃうからね、ジェン、ジェン。生はあかんて。今日生でやっちゃうからね。おい、さあみんな緊張してください。大体ルースティング。さあ大丈夫ね。さあみんな、今日はお前たち。クイズに答えなくてもいい。マジで驚かないで。じゃあ呼んでみよう。補欠ルーム、補欠ルーム。あ、どうも。何よ。あ、まー、補欠ルームの誰誰 X ちゃんですか。そうだー、 X ちゃん。誰これ、補欠ルーム。何この X ちゃん。ちょっと緊張してる。緊張してるね。あのね、芸人もね、みんな緊張しちゃった、今の瞬間で。さあ、それでは、今夜最初に、補欠ルームを抜けるのは、筆記試験第1位の、X ちゃんです。おめでとう。おめでとう。X ちゃん、こちらへ。今夜最初に発見するものを抜けたのは、秋になったらディズニーシーに行くのが夢というこの人。はい、X ちゃんおめでとう。ありがとうございます。ラッキー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 。リラックスして、リラックスして。なんだこれ。頑張って。どういうこと。X ちゃん、X ちゃん、X ちゃん。頑張ってね。何の話だよ。よしじゃあ X ちゃん。何をするのこれ。X ちゃんがチャレンジするの。X ちゃんがやめてくれよ。どういうこと。違うぞ。危ないよ。これ危ない。なんでこれ。危ない。さあ。さんがチャレンジしちゃうの？おい、これ。俺は何のために来たんだ？はい、みんな、そのうちわかるからざわつかない。マジで？うえぇ。
このうちとかじゃないんだよ。じゃあX ちゃんいいね。今分かってるの。行くね。分かっちゃダメ。それでは参りましょう。X ちゃんのクイズマジオネア。X ちゃんの挑戦が生放送で始まる。あなたが最近仲良くなった男性の職業はどれ？サラリーマン、大学生、公務員、お笑い。はい、死後は慎んでください。騒ぐと当たり損するよ。果たしてどこなんだ。シンディも今やお笑い芸人みたいなもんだよ。含まれたって。さあ、エクシャン、よく考えて。何やろう。考えて。誰？職業は。D ですかね。D？ D のお笑い芸人。あなたが最近仲良くなった男性の職業は D の？お笑い芸人。ファイナルアンサー。ファイナル。はい、10円獲得おめでとう。よかったね。そして、ドキドキしてんねん。自分の体験。同時にここまでにしていた方がいいんじゃないの？いや今日はもういいんじゃないですか。生だから。今日はもうとことん行っちゃうから。いやいや、生やで。生放送やで。はい、みんなざわつかない、ざわつかない。ざわつぜよこれ。武田くん。はい。セーフだったね。もういっぱいガヤ言っていいよ。安心して。いっぱい声出して。抜けたんだ。俳優やもんな。さあ、それでは二問目いきますか。はい。行く。行きます。わかりました。面倒じゃねえのか。それでは二問目です。そのお笑い芸人の口癖は。まだ誰のことかわかんないよ。聞いて。これやめろ。すんまそう。殺す気か。命。ゲイじゃねえのかよ。岡村さん、何してはるの？はい、そこどうした？どうしたの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 ？今、今、Fちゃんが頑張ってるんだから。まだ分かんないよ、まだ分かんないよ。Fちゃん、いいですか？よく考えて。マジで？すんまそん。頑張って。殺す気か。頑張って、Fちゃん。命。岡村さん、何してあるんですか？ほんで、D、口癖ちゃうしやな。さあ、Fちゃん、頑張って、答えて。いいですよ。マジか、うわ。何？D の D のお金屋さん、何してはるんですか？お金屋さん、何してはるんですか？ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。
そうね。ちなみに、ちなみにちょっと聞いとこう。はい、X ちゃんの今の職業は何ですか？一応女優なんですけど。女優。女優さん。じゃあ女優さんっていうぐらいですから、代表作は何？代表作。代表作自分の。やりすぎか。やりすぎか提供。やりすぎか提供。あれあれどっかで聞いたな。やりすぎ家庭教師。オープニングで聞いた今日。なんか聞いたな。帰りたい帰りたいその帰りたい。どうしたの？もう帰りたい。座ってて。やめてさ。ないかもしんない。やめて騒がないで。俺もう舌噛んだりすんで。うるさい。それではいよいよ1000円の問題です。うそやん。